この2年何人かママの縄張りに迷い込んできたね。キャプテンキッド、海鳴りアプー、ギャングベッジ、海藻ウルージ、いち早く己の立場に気づき傘下に入ったベッジを覗いてはママの顔を見ることもなく一言の声を聞くこともなく弾き出されたよ。一人食い下がったのは海藻ウルージ。奴は生意気にも小生の一人を打ち破った。少し前まで四小生だったのさ。そこまでだ。そう簡単に四皇の顔は拝めねえか。痛めつけてくれなさったな。インナザラシ。なんと、その程度か、海藻ウルージ。だがそれが限界。ママを怒らせクラッカー兄さんに惨敗した。